郊外ビルは変形動物モンウズムシツナウズムシ目。郊外ビルアモク郊外ビルか郊外ビル属に属する動物の総称である。講義には郊外ビルアモクに属する動物の総称である。往々にして数十センチメートルを超える陸上動物で外見的に線形の頭を持つ。名前にヒルとあるが関係動物に属するヒルとは異なる動物である。 郊外ビルは陸上の湿ったところに生息する紐状の動物で頭部は半月型である。郊外は昔の女性の髪飾りである郊外に頭部の形を見立てたものである。関係動物のヒルに比べて筋肉や神経系の発達が劣るため運動はゆっくりとしておりゆるゆると這うだけである。種数は日本に数種以上が生息しているとされるが詳細は不明である。 変形動物モンウズムシズナに属するものは、ヒラムシ、ウズムシなど、ほとんどが海産、または淡水産であり、陸上生活のものはこの仲間以外には、ほとんどない。近年、都会では、外来種のオオミスジ郊外ビルという大型種が、侵入している。郊外ビルは、私有動体とされ、 体の大きさは、長さが 10cm から 30cm、場合によっては 1m を超えるのに対し、幅は大きくても 1cm を超えない。厚みは数ミリメートルであり、平たく細長い体をしている。体の端部の内線形に広がっている方が頭部で、頭部には肉眼で見えない目点が多数存在する。近縁のものには頭部が広がらないものもある。 体の中央覆面に肛門を兼用する口がある。消化管は口から体の前後方向へと分岐しながら伸び、それぞれの先で袋状に終わる。表面は粘液に覆われ、触るとくっつく感じがしたり、体の一部がちぎれてまとわりつく場合もある。時節に似た機能を持ち、例えば体を針で刺されて地面などに固定されると即座に針によって開けられた穴を自ら拡大。 解放して、針による固定から逃れることができる。プラナリア同様に再生能力が高く、開いた穴や飽きられた部分は後日再生する。また、フグなどと同じくテトロドトキシンを持つ種もいる。陸生ではあるが、ミミズやナメクジ以上に乾燥に弱いので、湿った土壌や石の下、朽木の中などにおり、夜間に湿ったところを徘徊する。肉食であり、ミミズやナメクジ。 カタツムリなどを捕食する。捕まえたいものに、体全体で巻きついて、覆面の口から糞を伸ばし、肉を消化しつつ飲み込む。人間にとって身近な場所に住んでいて、二十歳の周辺で石をめくれば、トグロを巻くような形で休んでいる個体を見つけることができる。また、大見筋郊外ビルは、都会地の公園などに出没する。ありがとうございます。